トベルザ川下半の風景トルジョークは、ロシアのトベリ州の都市。金細区や刺繍などの伝統工芸が有名。トベルザ川の下半にあり、下流の州とトベリからは60キロメートル西にあたる。人口は48,967人。トルジョークの紋章トルジョークは1139年に書かれた年代記に初めて言及される。当時のトベルザ川は、 スカンジナビアと東ローマ帝国を結ぶ交易路の一部であり、交易拠点としてノブゴロド公国の要塞として重視された。ウラジーミルスーズダリ大公国のユーリー・ドルゴルーキーの支配下に置かれたこともある。1238年にはノブゴロド公国に攻め入ったモンゴル帝国軍に破壊され荒廃している。ノブゴロドはモンゴルに破壊されなかったものの、ノブゴロド公国にとって 穀物の唯一の輸入路であった、トルジョークは抑えられると飢餓につながるため、以後しばしば争奪の舞台となった。修道院と町並主郎と町並1478年、ノブゴロド公国がモスクワ大公国に併合されると、トルジョークもその一部となり、モスクワとノブゴロドを結ぶ水運の拠点として、工芸品の生産地として繁栄したが、 流陸町断絶とボリス・ゴドゥノフ没後の16世紀末から17世紀初頭にかけての大動乱の時代にはポーランド王国軍の度重なる侵入で破壊された。ピョートル一世の下でロシア帝国が成立しモスクワからサンクトペテルブルクに戦とされるとトルジョークは両都市間を結ぶ街道や水運の中間点の街として多くの人や物が往来し繁栄した。 1755年には都市の資格を得、その6年後には都市計画が立てられ、続く数十年の間に現在見られるような街並みが築かれた。トルジョークには17世紀後半から18世紀に遡る教会など多くの歴史的建築物が残る。聖ボリストグレ、武州動員はエカチェリーナ2世紀の時代にリボ不幸により新古典様式で改築されている。 町の主要な教会である旧聖主権栄教会は1374年の創建であるが、現在の壮大なガランは1822年に建造されたものである。また、エカチェリーナ2世の小さな暗宮もある。これらの建物や町並みは、第二次世界大戦でもほとんどが残り、ロシアの古い時代の景観を濃厚に残している。トルジョクには世紀前半に街道を何度も、 通ったアレクサンドル・プーシキンを記念する博物館もある。20世紀前半の画家アレクセイ・ホンヤ・ウレンスキーはトルジョーク出身である。トルジョークは歴史的建造物を目的とした観光都市であるが、20以上の大きな工場が立地する工業都市でもあり、鉄道車両工場、繊維工場、加工場、木材や食品加工など様々な産業がある。 モスクワとサンクトペテルブルクを結ぶ高速道路 M10 が通るほか、リホスラブリで、モスクワサンクトペテルブルク鉄道から分かれて、ルジェフブヤ島方面へ結ぶ、鉄道支線、及びトルジョークで分かれて、クフシノボ方面へ向かう支線の駅もある。ありがとうございます。